午後1時前、北竜町の民家の前に止まった1台のタクシー。浅野幸子さん83歳の迎えにやってきました。今日、運転免許証を返納するといいます。実はこれこそが北竜町と深川警察署が今日から始めた取り組みです。高齢者が免許証を返納する際にタクシーを手配し、隣町の警察署まで無料で送迎します。子どもたちがもう高齢になっているので心配だからっていうことで決めました。新たに始まったのは送迎だけではありません。まず免許証ですね、取り消しをしましたということで穴開けさせていただきます。はい、じゃあ運転経歴証明書が出来上がったらですね、役場の方に連絡してで取りに来ていただくという形になります。はい、手続き以上で終了になります。お疲れ様でした。これまでは免許証を返納したおよそ1ヶ月後に警察署で運転経歴証明書が発行され、さらにそのおよそ1週間後に再び役場に行き、タクシーチケットなどの返納特典を受け取る必要がありました。しかしこれからは役場の職員が手続きを代行、一度の外出で免許返納がすべてできる道内初の取り組みです。きっかけは道内でも後を絶たない高齢者の事故。今朝も札幌市中央区では自転車に乗っていた36歳の女性が76歳の高齢者の車にひかれ死亡。そして2019年には東京池袋で当時87歳の男が11人を死傷させる暴走事故が発生。社会に大きな衝撃を与えました。今年私の町でも死亡事故2件続いて起きたんでね、この制度を本当にたくさんの方に使ってもらいながら、安全な生活をしてほしいと願っております。簡単でしたね。本当にありがたく思います。すいません。免許返納をしやすい環境を整えることも事故による犠牲者を減らすことにつながる重要な取り組みといえます。